皆さんはボクシングでどのような瞬間が好きですか？自分の好きな選手が出ているときはもちろん、選手同士が打ち合っているとき、反撃をし始めたとき、KO を勝利をしたとき、悔しさをあらわにしているときの人間臭さが好きな方もいるかもしれません。今回は多くの方が興奮する瞬間、伝説の一撃を放った選手の試合についてご紹介していきます。ついてきてくださいね。一つ目はマニー・パッキャオ VS リッキー・ハットン戦。2009年のノックアウト・オブ・ザ・イヤーとして WBC の公式インスタグラムで紹介された試合です。2009年5月2日にラスベガスで行われた IBO スーパーライト級タイトルをめぐる試合の中で衝撃の瞬間は起こりました。ボクシングの6階級制覇を果たしたアジアの英雄マニー・パッキャオ、イギリスを代表する人気ボクサーリッキー・ハットン、世界中のボクシングファンはどちらが強いのか、興奮と期待を胸に待ちわびた試合でした。当時パッキャオの適正階級はスーパーフェザー級との意見も多く、スーパーフェザー級で最強と呼ばれるハットンが有利ではないかとの見方がオーソドックスでした。試合が始まるとハットンは体格を生かしぐいぐいと前に出始めます。気迫からパワーに自信があることが伝わってくるほどです。一方パッキャオは足を使いながら冷静に右を合わせていく立ち上がり、1ラウンド中盤パッキャオのフックがハットンに直撃、崩れ落ちたハットンは立ち上がりますが、この瞬間アリーナにいた全てのファンが興奮で湧き上がります。それ以降パッキャオの動きが良くなりますが、鋼の心を持つハットンは負けじと前に繰り出します。畳みかけるパッキャオに対しハットンはクリンチでエスケープを試みますが、残り10秒、パッキャオの左が炸裂し、ハットンは背中からキャンパスにダイブ、かろうじて立ち上がりゴングに救われますが、プライドだけで立っているようにも見えます。そして伝説の瞬間が訪れた第2ラウンド残り10秒、パッキャオは重心をやや左に移し、外角からわずかにカーブを描いた左をハットンの顎にピンポイントで打ち込みました。ハットンは背中からばったりと倒れ失神し、即座に失神のケニー・ペイレスは TKO を宣言します。パッキャオは試合後こう言い放ちました。我々の作戦はワンパンチだった、それが勝敗のキーだったと、相手を前に出させないように頭の良い試合運びをするパッキャオ、反対に手数が多い真っ向勝負を挑むハットン。この歴史に残る伝説の一撃はハットンの試合スタイルだからこそ生まれたものだとも言えます。これを機にパッキャオはウェルター級でのファイトを本格化し、強豪選手を倒していきます。当時30歳、パッキャオの全盛期と呼ばれるこの試合は多くの人の心を奮い立たせ、世界中の人にパッキャオの名を心に刻ませた試合となりました。2つ目は井上尚弥 VS ファンカルロス・パヤノ戦。わずか70秒で勝敗が決まった試合です。2018年10月7日、トップ選手が集結してトーナメントで真の世界一を決める WBSS、 そのバンタム級が神奈川横浜アリーナで開幕しました。 WBA、 IBF 王者の井上尚弥、元 WBA スーパー王者で現 WBA 同級4位のファンカルロス・パヤノ、井上はサウスポーで好戦的なパヤノに苦戦するだろうと言われていましたが、しっかりと練習を重ねてきたことがわかる試合内容でした。試合開始直後からパヤノは前に前に仕掛けてきますが、井上は慎重に相手の動きを読み距離を測ります。誰もがそのまま試合が続いていくと思われた瞬間、パヤノの牽制に繰り出す左右のボディストレートをかわし、井上の右ストレートがパヤノに直撃します。わずか開始70秒で井上の綺麗なワンツーが決まり、パヤノは後ろへノックアウト。こんな早い試合展開を誰が予期していたでしょうか。この瞬間日本中そして世界中のボクシングファンは井上の強さを目の当たりにしました。パヤノはクセモノと呼ばれるほどアマチュアからの仕上がってきた強い選手です。この戦いに大いに自信を得た井上はその後のインタビューで、1歳になる子供を抱えながら最高の形でスタートが切れたと笑顔で語りました。またこれからある試合一つ一つに準備していきたいと選ぶらずきを引き締めたコメントを残しています。一方のパヤノは井上のことを絶賛しています。彼はただただ偉大だ、彼を倒せる人間は誰もいないだろうと、この試合で初めて放った井上のワンツーで試合が終了した衝撃の秒殺撃は海外メディアでも繰り返し流され、圧巻の KO 勝利として井上の名前が世に伝わった試合となりました。そして
自分を倒した無敵の戦友にエールを送るパヤノの姿にも、ボクシングの真の姿を見たように思われる試合となりました。3つ目は、トーマス・ハーンズ VS ロベルト・デュラン戦、ヒットマンの異名を持つ選手の鮮やかな一撃が繰り出された試合です。その試合で見せられた一撃は、1980年代のボクシングシーンを席巻した男の恐怖の一撃と言われています。1984年6月に WBC 世界スーパーウェルター級タイトルマッチが行われました。ボクシング史上初の5階級制覇の王者、トーマス・ハーンズ、石の拳と呼ばれたロベルト・デュラン、彼らは1980年代の世界中量級強豪の4名として歴史に名を残したうちの2人です。1ラウンド目から激しい打ち合いで始まり、多くのファンの鼓動が波打ち、興奮から胸を躍らせました。ハーンズは185センチメートル、リーチ198センチメートルあり、手首を柔軟に使った左フリッカージャブとミニストレートを武器に持つ右ボクサーファイターです。規格外の体育を誇るハーンズは、デュランにとって距離があまりにもあり、なかなかパンチが届きません。ハーンズの猛攻撃でデュランは1ラウンド目で2度ダウンしますが、立ち上がった時に終了のゴングが鳴り響きます。2ラウンド目、ファンには見応えのある闘志を燃やした2人の熱い戦いが続きます。すでに体の限界が来ていたデュランは隙を見せてしまい、それを見逃さなかったハーンズ。その瞬間、ラスベガス恐怖の一撃と呼ばれる歴史的一撃が決まります。前のめりに倒れるデュラン、勝利はハーンズへ送られ、会場のボルテージはマックスに。この戦いを機に、ハーンズはヒットマンと呼ばれるようになり、通算61勝48 KO、5敗1分けの成績で、フェルター級からライトヘビー級のベルトを巻いた男の伝説の一撃は、今もファンの心と記憶に残り続けています。4つ目は、セルジオ・マルチネス VS ポール・ウィリアムス戦、ミドル級最高峰の2人の再戦試合です。規格外の体格と多彩なコンビネーションブローで好戦的な、元2階級制覇チャンピオンのポール・ウィリアム、圧倒的なスピードと抜群のカウンターを持つ WBC 世界スーパーウェルター級チャンピオンのセルジオ・マルチネス、2人は1年前に対戦しており、その時はウィリアムスが議論を呼ぶ接戦の判定勝ちでした。その後パブリックを破り王者となったマルチネスに、ウィリアムスが3階級制覇をかけて挑んだのです。この試合はアメリカニュージャージー州アトランティックシティで行われ、体格差のある2人の戦いは多くのファンがドキドキしながら見守っていました。初回スタートと同時に強いミニフックを見舞っていたウィリアムスに対し、マルチネスはシャープに踏み込んでからミニフックと左クロスで対抗します。序盤から飛ばす両者、マルチネスの性格でシャープなブローがやや上回っていましたが、2ラウンド目で誰もが予期していなかった事態が起こります。マルチネスのパンチに左フックを合わせようとしたウィリアムス、これにカウンターの一撃をマルチネスが加えたのです。このワンパンチでマルチネスはセンセーショナルな KO 勝利をつかみ、試合終了。そしてこの戦慄の KO はこの年のノックアウトオブザイヤーに選ばれ、マルチネスのベストバウトと言われるようになりました。この強烈な一撃はボクシング界の伝説として語り継がれています。5つ目はジュリアン・ジャクソン VS エロール・グラハム戦、11分間圧倒的に不利だったジャクソンが1秒で立場をひっくり返した驚くべき試合です。1990年11月に行われた WBC 世界ミドル級王者決定戦で衝撃的な試合は行われました。ジャクソンはこの試合に勝てば2階級制覇、一方グラハムは初の世界タイトルとなります。ジェラルド・マクラレンと並んで歴代の中量級ハードパンチャーのジャクソン、長いリーチを巧みに使い、さまざまな角度から打ってくるアウトボクシングのグラハム、試合開始からひたすら前に出るジャクソンに対し、グラハムは得意なスタイルでカウンターを狙う展開でスタートします。上体をくねくね動かし、見えない位置からのパンチを放つグラハムに、ジャクソンはその都度置いて木彫りを食い、序盤から翻弄される始末に、なかなか攻め手が見つからないジャクソンは2-3ラウンドではサウスポーにスイッチ、なんとか距離を合わせようとしますが、グラハムの軽快なフットワークに追いつけません。追い詰めてもカウンターを狙われるなど、完全にジャクソンのペースで試合は進んでいました。ここで決めなければ次のラウンドで負傷した左目にドクターストップが入る可能性のあるジャクソン、なんとか倒したいという気迫が伝わってきます。しかし試合の優勢を見る限り、
誰もがグラハムの勝利を頭にかすめたその瞬間、思いがけない事態が起こります。迎えた4ラウンド目、ジャクソンは再び構えをオーソドックスに戻し、自分のスタイルを崩さず前に前にフルスイングで攻めまくります。これに対してグラハムも負けじと腕を振るってきます。グラハムが左ダブルでジャクソンを後退させ、ガードの上から左を打ち込もうとした瞬間、ジャクソンがノールックで放った右がグラハムの顎に的中。その場で仰向けに倒れ込むグラハム。レフェリーがカウントを数えますが反応はなく、勝利はジャクソンの手に下ります。突然の結末に興奮が収まらない場内、あまりにも一瞬の出来事にジャクソン本人も陣営も喜びを爆発させます。理不尽なほどの破壊力、驚異のハードパンチャーが見せた伝説かつ大逆転の一撃でした。6つ目はフェルナンド・モンティエル VS ノニト・ドネア戦。当時最強と呼ばれたモンティエルにフィリピンの先行と呼ばれる左フックが炸裂した試合です。2011年2月19日にアメリカ・ラスベガスで WBC、WBO、世界バンタム級タイトルマッチが行われました。3階級制覇し、WBC、バンタム級王者の長谷川穂積を4ラウンド TKO 勝利に収め、WBO、WBC 統一を果たしたフェルナンド・モンティエル。この試合の前に、元世界王者のウラジミール・シドレンコに KO 勝利し、全盛期と呼ばれるのにとどめや、両者とも一番いい時期に、一番いい相手と遭遇した試合でした。体格は163センチメートルのモンティエルに対し、ドネアは168センチメートルと一回り大きく有利に働きます。またそれ以上にスピードやテクニックを持ち合わせている両者、ボクシングスタイルも似ているため、どのように試合が動くのか多くのファンが待ちわびていました。試合開始から両者バチバチと緊張感のある試合運びになります。手数が多いのはドネア、しかし両者ともお互いのフェイントに対し即座に反応する鋭さを見せます。モンティエルの強さは世界中が分かっている中、ドネアはそのモンティエルの全てを上回る動き、多くのファンが2人の戦いに釘付けになり目が離せなくなっていました。2ラウンド目に入るとモンティエルが距離を詰めていきます。ドネアの動きに危機感を持ち、勝機も見出すため半歩近づく判断を下したかのように見えました。それだけの危機感を与えるドネアの圧力は凄まじいもの。1ラウンドとはまた違った緊張感がリング上に流れます。残り1分となったその時、ドネアの強烈な左フック、フィリピーのフラッシュが炸裂。そのまま糸が切れたようにモンティエルは倒れ込みます。手足をバタつかせ、何が起こったのか理解できていないモンティエル。レフェリーはストップしようとしますが、必死に立ち上がり続行をアピールします。その後もドネアの左フックがモンティエルに入り、モンティエルがロープ際に寄りかかったところでレフェリーがストップをかけ試合終了。2ラウンド2分25秒 TKO でドネアが勝利し、3回級制覇、 WBO、 WBC、 バンタム級王者にの仕上がりました。スピードもパンチのキレも凄まじかったドネア、世界中のファンとボクシング界に衝撃が走る試合でした。パッキャオに続く新しいスターが誕生したかと騒がれた、伝説に残る一撃を放った試合でした。最後にご紹介するのはマニー・パッキャオ VS ファン・マヌエル・マルケス戦。未だに語り継がれている戦慄の KO が生まれた試合です。2012年12月8日、アメリカ・ラスベガスの MGM グランドガーデンアリーナが歓声と悲鳴に包まれました。因縁のライバルと呼ばれる2人の対決は第4戦目、決着戦として行われました。今まで2人は2004年フェザー級、2008年スーパーフェザー級、2011年ウェルター級と参戦し、すべてパッキャオが判定勝ちを収めに勝一分け、3試合ともマルケスが勝っていたのではと語る人がいるほど大接戦ばかりでした。4戦目となれば新鮮味は薄れるかと思いきや、衝撃の戦いとクライマックスが訪れる試合となること、誰が想像していたでしょうか。試合はマルケスコールが包む中始まり、パッキャオはアウェーでの参戦となりました。そんな中でもいつも通りにパンチを繰り出すパッキャオ。一方のマルケスは慎重にスタートします。2ラウンド目に入るとパッキャオが加速し、ストレートがヒットし始め、一進一退の攻防が続きます。3ラウンド目には今までの対戦で一度もダウンしたことがなかったパッキャオがマルケスの大きく弧を描くように放った右フックでダウンを取られます。観客も今までの戦いとは少し違ってきたことを感じ取り、アリーナは興奮の嵐に。しかしこれに黙っていないのがフィリピンの英雄
この後も積極的にマルケスを追いかけ攻撃を弱めません。5ラウンド目にはパッキャオのカウンターの左ストレートでマルケスからダウンを奪い、その後も連打を浴びせます。この瞬間、メキシカンの声は消え、初めてマニーコールが響き渡ります。そして衝撃のフィナーレが待ち受ける6ラウンド目に突入。まさに死闘を繰り広げる両者はパンチを打ち合う大乱打戦となりました。そして2分59秒、完璧なカウンターを浴びたパッキャオは前のめりに倒れ、しばらく動かなくなりました。大人数の警備員がリングを囲み、辺りは唖然としています。勝者のマルケス陣は肩車で喜びに満ちた姿を披露し、一方パッキャオ側は夫人が泣き崩れる表情がスクリーンに映され、事態の混乱に拍車をかけていました。こうしてこの因縁の対決はマルケスの伝説の一撃で、誰も予期していなかった形で幕引きとなり、後世に語り継がれる試合となりました。いかがでしたか？どの戦いにもストーリーがあり、伝説と呼ばれるにふさわしいものばかりでした。この一瞬のために多くの男たちが懸命に努力を積み重ね、命を懸けリングに上がります。その姿は本当に美しく、尊敬に値するもの。そしてこれら他の試合にも多くの大事な勝敗を分ける一撃が存在しています。しかしそれらの背景には必ず敗者がいること、敗者がいるからこそこの伝説が生まれていること、ファン及び観戦者である我々は忘れてはならないでしょう。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺りで。